どうも、無印マニア無常です。今回は無印の11月のおすすめを7個紹介していきたいと思います。ぜひお買い物の参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。無常にお任せ。ダウンルームブーツ3990円。いや、これ待ってました。こちらね、新商品ですね。ダウンのルームブーツ、もう僕ね、ずっと思ってたんですよ。冬場足寒い、足首ぐらいまであるダウンのルームシューズ出えへんかなって思ってたんですよね。そしたらなんと、その声が届いたのか。無印さん、あざす。これはね、マジでぬくいです。もう見て、この肉厚のこのその膨らみ、いいわ。いいでしょ。いいですよ。裏はね、こんな感じ。まあスリッパですからね。なんていうの、こういう生地で。まあまあ滑りにくいですね。で、ここにですね、このチャックがついてまして、これを上げると、もうくるぶしの上までしっかりとこのように温められると。で、これ下というか底、底も同じように、このような生地の底部分になってますね。で、クッションというか、低反発みたいな感じなんで、履き心地もいいですし、もう何よりも暖かい。これサイズは M と L があります。で、色はね、これ黒のみなんですよね。まあ僕はね、黒が大好きなので、ドンピシャの商品でした。もう今の季節ね、まだそこまで寒くないから、ちょっと足冷えるなって思う朝晩とかにこれ履いてたら、もう温まってきすぎて、もう途中で脱ぐみたいなね、そんなことに今はなってます。でも今年の冬というか、もうこれからはね、活躍すること間違いなし。これ絶対売り切れるの早いと思うな。もしかしたらもう売り切れてるかも。これ10月の20日ぐらいに新発売されたものですね。とてもいい。リモートワークのため自宅用に購入しました。よくあるダウンのルームシューズと違い、底部分にダウンは入っていなくて、適度な厚みと硬さで階段も大丈夫でした。また床に座る際も底が硬すぎないので気になりませんでした。ファスナーありで細身なので脱げそうにもなりません。買ってよかった。ということなので、ぜひね、もう足元冷えるっていう方はもうこれは絶対買った方がいいです。ダウンケープ3990円。こちらのアイテムは羽織ったり膝にかけたり腰に巻いたりといろんな使い方ができるダウンケープです。で、僕これ今写してるのは去年モデルなんですけど、今年はなんか進化しましたね。なんかボタンが増えて手を通せる仕様になってます。色は黒とペールブラウンの2色ですね。で、こちらの去年モデルも今年モデルも小さく折りたたむことができます。どこや、ここや。ここにね、ポケットがついてますので、なんかこうってね、畳んでここに収納できると、こんな感じですね。こちらもね、やっぱりこれからどんどん寒くなってくる季節ですし、ちょっとこうなんかね、肩周り寒いなとか腰周りとかね、足元寒いなっていう時はこれをね、使うともうめっちゃあったかいです。で、小さく畳めるので職場に持って行ってもいいですし、カバンに入れておけば外出先でちょっと足元寒いななんて時にも使えますので、めっちゃおすすめですね。薄いのでかさばらないし、持ち運びにもめっちゃいいと思います。ちょっとね、今日は足元冷えるからこれかけながらやろっと。綿フランネル掛け布団カバーダブル4990円。こちらはですね、秋の今も、それからどんどん寒くなっていく、まあ冬にかけてもすごくね、触り心地の気持ちいい掛け布団カバーで、僕は気に入って使っています。商品特徴としては、綿の生地に起毛をかけ、温かく柔らかな肌触りですということで、綿はオーガニックコットンですということですね。これ僕、無印の羽毛布団にこのカバーをかけてるんですけど、掛け布団カバーね、以前はなんかね、ちょっと仕様がなんか変な感じで、羽毛布団にカバーかけててもなんかね、中で羽毛布団がずれるみたいなことになって、もうほんまにイライラしてですね、もう掛け布団カバー外して羽毛布団をね、もうそのままで裸で使ってたんですけど、いつからかちょっとわかんないんですけど、掛け布団カバーが改良されてまして、しっかりとね、ボタンと一番下の部分にファスナーがついてる仕様に変わってくれたおかげで、今はね、ずれることなくストレスなくこの掛け布団カバーを使えてます。で、こちらシングルは3990円で売ってますね。で、カラーがすごく豊富で、ライトグレー、ネイビー、チョコレートブラウン、ライトグレーチェック、ライトオレンジチェック、ネイビーチェック、ライトブラウンチェック、ライトブラウンという豊富なカラーバリエーションになってます。僕が使ってるのはこのライトブラウンチェックってやつですね。羽毛布団ともね、すごく相性がいいというか、気持ちよくてね、寝心地がいいですので、まあ、掛け布団カバーいろいろありますけどね、どんなんがいいかわからんなーっていう方は、僕はこちらをおすすめします。ボアフリースハンドウォーマー990円。続いてはこちらのアイテムなんですけど、これですね、手を温める商品。手を温めるというか、まあ、こうやってつけるんですよ。ここに穴が開いておりまして、こんな感じで、この手ってね、冷えるじゃないですか。例えばパソコンしててもそうですし、本とか読んでてもそうですけど、なんかじーっとしてるとね、やっぱこの手って冷える。
そういう時にね、使えるのがこのハンドウォーマーなんですよね。で、僕もデスクでパソコンやってると、このね、手のこの辺寒いな、スースーするなっていうのは真冬になってくるとどうしてもあるので、そういう時はもうずっとねこれつけてます。で、視聴者さんからこれね、去年も紹介したんですけど、これをあえて反対につけると、こうやってするとこの指先まで温められますってね、言ってる方がいらっしゃったんですよね。天才なんじゃんその人。こうやってほら、全然長さが違うと。まあ、これでね、ちょっとパソコンやるのは小指が使えないんで難しいかな。まあでもこうやってたらちょっといけるか。あ、いけるな。いけるやん。いけますね。この逆使い、逆使いいけんじゃない？シュッシュッシュッ。可愛いし暖かい。朝晩冷え込む時の自転車や犬の散歩に重宝しています。洗濯も乾きやすい点も大満足。デスクワークで指先の冷えが辛く購入、パソコン操作は問題なくできます。出ている指先の冷えは治りませんが、手の甲の冷えはだいぶ改善されました。親指内側にペン用の滑り止めがあると嬉しいです。昨シーズン使ってとっても良かったので、今シーズンも追加購入です。暖房が効いた部屋の中でも手指が冷たい私には必需品です。ということで、もう使ってる方はね、追加購入するぐらいのアイテムですので、ぜひ購入してみてください。軽量ポケッタブルノーカラーダウンジャケット、名前長いな、4,990円。こちらちょっと名前長いんですけども、軽量のダウンですね。まあ、これノーカラーなので、アウターの下に1枚着たりすることができます。僕はこのね、ノーカラーが好きですね。なんか見た目的にもスッキリしてるんで。エリアルやつはなんかちょっとね、見た目が僕あんま好きじゃなくて、ノーカラーのやつをいつも使ってます。で、こちらはですね、オーストラリア産の膨らみが大きいフィルパワー750の育成と採取方法を指定した羽毛です。ということで、フィルパワー750、なんじゃそれ。フィルパワーとはですね、ダウンの復元力を表す単位。フィルパワーが大きいと少ない量のダウンで傘高いダウンが作ることができるため、軽いウェアとなります、ということなんですね。で、この無印のは750なので、目安でちょっとこれネットから持ってきたんですけど、600から700でマチで十分に暖かいレベル、700から800で高品質でマチや登山でも使える、で800以上で超高品質で雪山などの厳しい環境でも使える、というような目安になっております。なので、この無印のはね、もう普通に普段使いするには十分の暖かさですね。で、これ何がいいって、今の季節だともうこれ1枚で外に出てもいいです。もう中半袖でも全然いけます。で、これからもっと寒くなってきたら、家の中でちょっと寒いなっていう時にも着れますし、もう真冬になったらこれを着た上にアウターを着るっていうような使い方ができるので、このね、薄手の軽量ダウンはね、絶対持ってた方がいいんじゃないかなって思います。で、これですね、女性物も出てるんですけど、なんかね、女性物のやつはね、なんか可愛いですね、見た目が。店舗で実物も見ましたけどね、これ良かったです。ただちょっとなんかこう裾が短い気がするけど、気のせいかな。こんなもんなんかな。まあでもこれ女性ものもすごい可愛いですね。ちょっとこれ熱くなってきたわ。タッチパネル手袋1,990円。こちら表地は撥水加工を施した生地ということでですね。で、内側はこんな感じで起毛したね、裏地になっています。で、手首部分はこんな感じでリブがついています。折ってもいいし伸ばしてもいいよっていう商品ですね。で、指先は親指、人差し指、中指、右手も左手もこの3本がタッチパネル対応になっています。で、こちら色は黒とブラウンがあります。で、大きさは21センチと24センチの2つがありますね。僕はこれ大きい方で、ちょうど指先ちょうどのサイズでした。まあ、だから男性は24、女性は21とかっていうので、基本的にはいいんじゃないかなと思います。で、撥水加工されてるので、雨の時でもね、安心ですし、それからこの見た目なので、カジュアルな時でも使えるし、ビジネスシーンでもスーツの時とかでも使えるっていう感じで、すごく気に入ってます。ただレビューはね、ちょっと良くないものが目立つんですけど、本体は余計な装飾もなくシンプルで、スウェードっぽい質感も高級感があって好きです。タッチパネルも感度良好でグッド。しかしリブが 2,3 回使っただけで毛玉だらけで、これならリブがない方がデザイン的にもスッキリしていて良かったと思います。なお、防寒機能はそこまで高くないです。綺麗めに見える手袋が欲しくて買いましたが、指先が全然温まりませんでした。見た目もシンプル大人なデザインで気に入っています。お店で試着してから購入したのですが、自分の手のひらが21だと少しきつく、24だとブカブカだったので買うのか迷ったのですが、21を購入。間のサイズがあればよかったということですね。ほぼほぼ満足しています。ということで、ちょっとね、僕はこれ去年買ったんですけど、でリブはこんな感じですね。まあ、確かに毛玉にはなってますね。まあ、これは毛玉取りで取る感じでしょうか。まあ、僕は別にそこまで気になってないですね。まあ、もっとひどくなってきたら毛玉取りで取りたいと思います。で、手が温まらない問題ですけど、これはね、僕の感想だと、まあ、どんな手袋でもちょっと手が冷え切ってるとなかなか温まりにくいってことがありますよね。でも自分のね、こう手がちょっと血行良くて、そこまで冷え切ってない状態でつけて外出たらもうずっと温かいので、まあ、それはちょっとこうね、冷え性の方とか人にもよるのかなとは思います。正直
僕はこのタッチパネルね、正味あんま使わないんですよね。もう正味これ取ってこうやって携帯触ってますから。まあ一応反応する方がいいかなっていうぐらいの感じです。マクモーフマフラー990円。これ大人気無印の毛布シリーズね。めっちゃ気持ちいいですよ、これ。ふわふわ。こちらですね、ユーカリを主原料としたリオセルを使った毛布の生地で軽く温かく仕上げた滑らかな肌触り。いや、ほんと、すごく滑らか。まるで毛布。外を歩いているのに、ベッドで毛布にくるまっているかのようなリラックス感を感じることができます。これね、ほんまに気持ちいいんですよ。で、これね、ここにスリットがあるので、こうやって入れてもうシュッてやれば、こうやって首に巻けると。で、これですね、色はダークグレー、グレイッシュブラウン、グレーベージュの3色ですね。ほんとこれつけてね、ちょっと長時間歩いてたらもう暑くて汗かいてくるレベル、そんなぐらいあったかいです。プレゼントとしてとても喜んでもらいました。室内でも外でも使える色とデザインなので、落としそうにならないところがいい機能だと思いました。マフラーは縛ったり巻くにコツがいるけど、これは切り込みに差し込むだけ。サイズ感は別に言うことなし。大きいとファンデーションなどつきますし、万が一ついても色がナチュラルなので分かりにくいと思います。少し首を倒したらエラが当たるくらいですよ。値上がりの今990円でこちらが申し訳ないくらいです。そう、これでね990円で買えますから、文句なしにおすすめですね。で、これ子供用も出たので、ちょっとねネットで子供たちの分も買いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。11月のおすすめを7つ紹介してきました。これからねどんどん寒くなってくる季節ですので、今日紹介したものの中で気になったものがあった方はぜひ購入してみてください。このチャンネルは無印マニアの僕が様々な無印良品のアイテムをレビューしていくチャンネルです。無印好きな方はね、見逃さないようにチャンネル登録していってください。それからこの動画の高評価やコメントもお待ちしております。また公式 LINE の方もやっておりまして、そちら限定のコンテンツだったり、無常の動画の企画にご協力いただけませんかということでアンケートを取らせてもらったりもしてますので、協力してもいいよという方はね、ぜひ概要欄の方チェックして公式 LINE の方も登録しておいてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無常にお任せ。